フコースは、デオキシ糖の一種である6、デオキシ、マイナスガラクトースで、化学式は C6H12O5、分子量164.16 16、有点摂氏163度、非線高度マイナス76度で6単糖、単糖に分類される。6、デオキシヘキソースは、メチルペントースとも呼ばれる。天然には、L 型が L フコシドの形で、 動植物に幅広く存在する。名前の由来は、ヒバマタという海藻の細胞壁多頭類であり、昆布のネバネは成分としても知られるフコイランで発見されたため、哺乳類と植物では、細胞表面の N 結合倒作上で見つかる。人では、ABO 血液型の H 抗原として存在し、基本の3糖の他にフコースの実を持つ、糖鎖抗原が O 型、加えて、 N アセチルガラクトサミンを持つ者が A 型、ガラクトースを持つ者が B 型であり、A、B、H の各遺伝子はこれらの等の転移構素を高度している。フコースが存在しない変異では、A、B 型の遺伝子を持っていても N アセチルガラクトサミン、ガラクトースの就職が起こらず、O 型になる。また、α13 結合のコアフコースは、異形の介在する。 アレルギー反応の倒査抗原と考えられる。構造としては、フコース、オリゴマンノース、およびガラクトースからなるマンフックギャルという配列で存在することが多い。陸上植物では、ペクチン、キシログルカンに存在する。その他大根のように細胞外マトリックスのプロテオグリカンにフコースを含むものがあり、人の大型血液と同様の免疫反応を示すことが知られている。 海藻では、滑走類の多くに、不ランが存在する。エルフコシドは、生体内では、トーネクレオチドの一種 GDP 不ー素から、各種不ース転移酵素による反応によって作られる。人では、蒸気 H 抗原のほかいくつか、不ース転移酵素がクローニングされている。植物では、キシログルカンの不ース転移酵素がはじめに、クローニングされ、セルロースを除く。 植物細胞壁多頭類合成酵素発のクローニング例となった。GDP フコースは GDP マノースからの4、6位脱水素反応、C3 位のエピマーカー、O 4位の還元反応を経て合成される。ありがとうございます。